こうって言った言った。はい、イエイイエイ。はい、今日は久しぶり。どうでしょう。スタジオ。元祖スタジオ。元祖。去年11月から何もしていない。そうか、11月か。11、12、1、2、3、4、5、6、7、9ヶ月。何もしてないとどうなるか。はい、どうぞ。何も、水も何もあげてない状態で9ヶ月放置しても多肉はありますっていうことは言いたかった。さあ、これすごくない？この花芽。花芽がさ、もう垂れ下がってるよ。何もしてない。水もやってない。でもこのぐらいっていうね。今日はみんなで枯れ葉取りとお手入れ。今日からはちゃんとします。今日からはちゃんとします。はい、パパが？いいえ。あなたたちが。こんな感じでーす。すごい。結構ブラックガーンやろ？上。かわいいのもあります。おー、ブラックコーン。ブラックコーン、うん、違うか、すごい。ちょっとベンバイデスが立派なんやけど、はい、ベンバイデス、ほら絶対水かかってないやろ。そうやな、四重用だなやけな。絶対水かかってない。全然水もあってない。絶対にしますね。えいや、ネオンライト、ほんと綺麗。こんな感じです。よっ、あ、サバスもいる。あ、サバス、あ、ホワイトボームがせっかになっちゃう。へぇ、これ欲しい。あ、かわいい。ダメかわいい。かわいい。かわいい。あらら。こっちもこっちも。ちょっとな、思ったよ。ここ涼しいやろな。トリマネンスが生き生きしちゃう。うん。本当だ。風が強い。絶対水もらってないけど。この人ちょっと暑いの好かんねんな。こっちは甘さらしい気分だ。こっち。色。タパルパ、綺麗。見た、さっき見た。コロラータタパルパ。すごいな。すげえ。ちょっとこれ見て、これ。すげえこれ。これ何これ。手裏剣。やばくないこれ。手裏剣。180度で。見て、この中見て、かわいそう。もうサビが落ちた色。ぶりえけなあ、無残な姿、ここから可愛いと思っていきましょう。なあ、こっちにも180リとかある。どうさサイキ、多肉は強いね。強い。多肉は強いよ。すごいな。綺麗。オンスロー。うん、全然形綺麗。花芽がすごい。すごいな。すごい気持ちいい。だからいい。すごいな。すごい。うん、果肉は強いよ。で、言うてそんなやられてねえろ。完全になくなったの少なくない？8ヶ月放置で。
だけど明らかにちょっと貧相なのは肥料をあげて、そうな、ちょっとやってみようや。うん、今日な、今日みんな来てますので、そして今日はうなぎの日なので、後ほど、うなぎをみんなで昼飯食べます。はい。焼きます。はい。向こうは？向こう？あ、向こうもじゃあ行ってみましょう。はい。カット。はい、どう完了。反対側。反対側。こっちはもう西日がガンガン。うん。そう。意外な結果でございました。結構残っちゃう。そう。こっちの方がもうダメやろうと思ってたけど。そんなに雨も当たらんやろ、ここへ。ゲが出ちゃう、ゲ。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 こっちの方が残ってるよな。ああ、西日がガンガンでも、西日でも OK ってことや。うん。西8ヶ月だよ、8ヶ月。多分こっち側で1時、2時からしか当たらんのやない、日が。うん、うん、それでも、まあ、ちょっと日光、奥は日光不足になってるけどな。うん、うん、これはなんかちょっと怪しいよな。何が？貝殻？貝殻で言うとそういうことになるな。ちょっとなんか形がな、うん、あ、かわいくない、こういう緑のは日光不足って言うとや。それでも生きてる。要は今日は多肉の強さを教えたかったね。うん。うん。なんか、実験してたんだ。そういうことですね。はい。顔を見て。そういうことです。8ヶ月実験してました。はい、実験。はい。そういうことです。ちょっとな、これさ、いつやった？地震があった時、落ちたやつやろ？そうそう、うわ、そういうこと。しかもそのまんま、なあ、ひどいやつら、ごめんなさい。土がなくても、ごめんなさい。ほんとなあ、頑張ってる。強いな。うん、ちょっとこれ、いろいろ試してみよう、今度。はい、こっち側で今度、じゃあ肥料をあげたらどうなるかとかやってみよう。うん、今日は全部整備みんなでな、はい、よくみんな生き抜いた。でもそんなになくなってなくね。うん、こっちはもうあれよ、北側よ。こっちはもう北川さん、北川さんの西の北川さん。こっちのあれはもう180度って言わんないろな、ほら。反り返って。あ、ほんと。でもそれでもあれやな、やっぱ風があるから生き残ってる。うん。ここはいいもんな。うん。ブラックファン、ちゃんとしてる。ちょうどいいやろな。うん、これ桃太郎で。桃太郎。わかんない。桃太郎？そうで、ここも完全に北の、ちょっとあれです、もう日陰よ、日陰。すごい、これなんかわからないね。シムランスとか？うん、何もわからんな。桃太郎。うわ、モーゴレットレッスンに錦鯉議長。おお。生きております。頑張っちゃう。今日は多肉の強さっていうね。ちょっともうそればっかで。そうね。で、ここからまた可愛くできますよっていうね。うん。あ、なんで笑ってんの。これ実験してたんだよ。実験ですね。実験してたんだよ。まだね、エルメスやっぱ今綺麗やな。うん、いい夏紅葉するよ、エルメス。可愛いです。なんかわからんなぁ。ちょっとやってみよう。はい。いいよ、これで枯れ葉取りしようや。はい。枯れ葉取り。じゃあ枯れ葉取りみんなでやります。はい。はい。また後ほど。スタートって。ここはハウスより涼しいぞ。いや、もう暑い。ハウスより涼しい。もう暑い。もう暑い。暑いの。暑いの。もう暑い。ああ、もうそれは贅沢ですね。夏は暑いです。ここは暑いって言っていいんです。はい。やばっ。
でもカレーの量がすごいけん、みんなもうこのな丸い受け皿に。ケイちゃん逃げた。ケイちゃん逃げた。ケイちゃん逃げた。はい。カレーがいっぱい。カレーがいっぱい。どうやって実験やけねこれ。ね、あの放置したね、実験で試しただけやけ、ベップちゃん笑いすぎ、はいね、笑いすぎ、そういうのものは言いようちゅう言っちゃった、言っちゃった、いっぱい取れてる、いっぱい取れました、うちよりさ、うちよりね、うちよりひどい、いや8ヶ月やけ、8ヶ月ね8ヶ月でも多肉は強いよっていうのを言いたかったから8ヶ月放置したんや、これ取るのさ、ちょっとキュッて言うんやね、音がキュッキュ言うわ、いい音が鳴るんやな、鳴るよ、ダメやダメや、枯れすぎちょっと、ちょっとセミがうるさいよな、何や、セミがセミうるさいセミかそこやんまやダメや、切れちゃう、やっぱすごいな、フィリア可愛い、可愛いのもあるやろ、フィリアなあ、うん、こんなとこ絶対水もらえてないんだよ、ショコラ可愛い、虫だけ出らな、なんとかでもちょっとこれもうデルデルベルのほどシワシワやな、危ないよ、お水は後でいっぱいあげよう、はい、今日はみんなあのハウスより涼しいから喜んでる俺は暑いっすでもね、だんだんでも直射はな、ジリジリしてくるよな、ジリジリ、でも結局8ヶ月っていうことは冬をここで過ごしたらいいな、遅いな、何もせずにな、その雨ざらしの冬な、結構強いな、風があると大丈夫じゃないっていう、この辺綺麗、遠くから見たら遠くから見たらやろ、これ喋りがすごいな、すごい喋りって言ってる、喋じゃない喋ここも直射、ここも直射よ、でもやっぱり向こうの方が生きてる感じがするな、うん、できれば激川をこう集めたいよね激川を集めて、ね、静岡とか仙台持っていきたいですね、ここかわいい、かわいいですね、そういうわけですね、ここはもうあの最悪ゾーン雨を絶対もらえないぞ、うん、これがある、すごいな、枯れ葉が、枯れ葉がすごい、すごいわ、どっか行っちゃった、なんか準備してるみたいな、爪の準備しなきゃね、爪の準備をしだしたみたい、え、なんこれ手が真っ黒ないやん、手が真っ黒、なんか使い方がちょっと違う気もするけどな、そんなことないよ、備長炭、備長炭、備長炭、キンキンって言うんだよ、この周りだけめっちゃ暑い、え、暑い、俺の周りだけ暑い、あ、それ暑いよな、暑い、暑いよケンちゃんの周りも暑いよ暑い男もうプロゴルファーに見えるやろ真っ暗真っ暗や、真っ暗、もうこっち終わる、ここ
向こうはまだ全然やろ。向こうはまだ全然やろ。全然まだ一奴隷しか仕事ない、うん、もうちょっと、はい、もうちょっとです。後でちょっとうなぎ焼く。はい、はい、愛知県、愛知県、愛知県、有名、三河さん、本当か？おかえり、いい匂いがするよ、いい匂いが、はい、いい匂い、あ、いい匂い、そうそう、あとはね、こう温めれば、そう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 、はい、いらっしゃ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 い。目が痛いけど、乾杯、乾杯、乾杯、早く早く早く、今の下にからお前誰、それは無理や、無理無理、ちょっと待て、中が冷たかったら大変、これ豆腐が長いよ、あはは、今日は牛の日やけど、今日はあれでプレミア配信で。長くていいね、当然用やけど。長くてあるか。俺こだわりがあるからよ。ハートが長い。ここにある、ここにもう一個。これ炭用かな。あ、それ炭です。やろ。さっき使ったけど。透明用。え？透明用。うまそう。うわ。いらっしゃい、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 そうめんよ、そうめんよ、じゃあこうぶった切れたのいく、うん、いやでもカットするけど、これいく、いいよいいよ、色がいいね、色が、ここで見ながら、おお、もうちょっとじゃない、ものすごいあるけん、ものすごいある、うん、何が、そうめんよ、そうめんよ、うん、はいだ、はい、どうぞ、まだここへ残ってんの、終了、終わり、それで終わり、あ、なんかちょっと残ってる、14匹、あ、ここは、小魚、あ、子供が、小うなぎが、小うなぎ、サービス、全部があるのかな、これサービス、サービス、ふざけんね、一旦置いとくよ、あぶねえ、あ、頭や、いや、こうない、よし、次、次、これの次がメインやけ、肉、肉これがメインじゃないの、これがメインじゃないの、これ皮、皮のやつやんか、あ、そうよ、本当は皮や、うん、ちょっとうなぎは買おう、いいか、焼きすぎた、美味しそう、焼きすぎた、いい感じやな、おー、これ食えや、おー、やばー、うまいね、白飯がいいね、そう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 、白飯がいいね、ここでこうも白飯できる、そう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 、匂いと見た目で、そういうこと言わんの、匂いでいくぜ白飯持ちこい、おー、いいの、お酒飲んでる、あ、ゼロね、ゼロー、そういう、その下のそれで、もういいか、行くぞ、うん、うなぎ行くぞ、もう温まってやろ、もういいでしょうね、ついよ、はいよ、うわー、いくぜ、はいよ、ういよ、はいよ、行くぜ、はい、うそいよ、はいよ、ついよ、はいよ、すごい、すごい、パパさんの、ね、のりのり、あ、すげー、すごい、ほら、つい
よ。せいよ。これこれ邪魔。え、うまぎ。いいね。まずじゃあ。しじゅうろうさんに会う持ち込んだ。ほら見て、じゃあこれ美味しそう。うなぎそうめん。うなぎそうめん。うわ。うなぎそうめん。気が気じゃねえな。何？箸折ってこんか。じゃあ、はい、うなぎ食べまーす。これめちゃめちゃうまそうで。こうそうめんね、そうめん。うん。そう。あ、みょうがまで入っちゃう。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。これめちゃめちゃうまいぞ。おいしそう。そうめん食ったことないよね。うん？そうめんで食べたことないよ。ゆかしじゅうろうさんもそうめん。いや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 。両方持ちこい。米も。米も。次は何を焼くの？ああ、うまい。次は USA。USA です。コストコで買ってきたっけ。翔くんがおったわ。翔くん。USA。USA。ああ、ダブル？こう重たこれ。こう重た。よいしょー。うわ。出た、出ました。出た、ロース。肩ロース肩かこれも結構厚いよ。いただこう。このトランのいただこう。うわ、臨場感だけな。たまにはこだわらんとな。こげえうなぎ食ったことねえやん。あ、うついついしじゅるさん、しじゅる兄貴。いいんですか？いいよ。いいよ。もう関係あるから。そこら中出ちゃってから、お前。あんまり取らねえよ。あんまり取らねえよ。どうですか？おいしいですか？うまい。けんちゃんは。おいしいです。おいしい。おいしいよこれ。おいしい。そうめんで初めて食ったよ。うなぎそうめん。うん。いい食べっぷりです。どうやろう？チートデイ。うん。うまっ。チートデイが多すぎるじゃないですか。ちょっとしょっぺ。しょっぺく感じる。うん。うなぎ最高。うん。お肉がすごい。うん。なんか肉を食えないぐらいあるな。うん。こっち。こっち。あ、みょうがも美味しいな。うん。重たそう。え？あるあるある。重たいわ。ついよ。ついよ。はい、塩コショウ持ちこーい。あー、目が痛い。これ？え？違う。昭和か。え？どれ？塩コショウがねえか。塩コショウ。それ味の素胡椒やねんからな。これでしょ？これってマジで？これ味の素でしょって。これはね、これただ胡椒やん。どっちだろう、ほんと。これって違う。塩胡椒ね。胡椒ない。そういうことある？塩胡椒合体はないそうです。ええー、ああ、あれは塩はや。塩は。もうじゃあいいや、クロセで行こう。クロセ、クロセスパイス。これ美味しい。多分みんな飛んでっちゃうけん。いっぱい。中真っ赤かやし。見えなくなった。え？そうだよ。キムリはいい女のとこ行くんや。みんな食ってるとこ映せや。いいの？そう。みんな食べてるところ。それ何？おお、肉がすげえな、肉が。じゃあこの辺だけ。皆さんどうですか？おいしいです。まあいいです。うわー。美味しそう。
普通やと思うよ。あるよ。野菜コーナーミラーキー。缶詰、缶詰。うまく焼くコツは？え？うまく焼くコツは？ないよ、そんなの。ない。うわ。スイ。スイ。うわ。スイ。うわあ、いいよ。中真っ赤いけど。絶対そうだと思う。ハサミ持ちこい、ハサミ。まだ肉焼くぞ。いて。肉あんの焼けな。もう食えや。もうちょっと。もうちょい焦がす。何肉ですか？え？何肉？どういうこと？タン？あ、タン、タン。あ、タンね、あ、いいよ。それ、あ、そこ日陰置いちゃって。日陰置いちゃって。あ、絶対後で。いいで。食べんやろ。絶対これ食べんやろ。みんなお腹いっぱいにさせて。みんなこれを食ってからだろ。これを食わん。食わんと行かれんの。え、コストコのタンうまいよな。え、そうなん。めちゃめちゃうまいよ。めちゃめちゃうまい。へえ。うん。そこや牛タン屋よりうまいよ。そう。言っちゃった。これ映ってる。映ってる。映ってるし、もう言っちゃってる。言ってるし。大変やし。大変やし。あ、見えません。え？いいよ、一回あれする？一回あれする？うん、ゆかさんが食べてるとこちゃんと出たら止めまーす。シェフ、包丁は包丁どうですか？切れよく切れる包丁いかがですか？切れない。さっきの方がダメな。切れなかったんじゃない？これ？どう？分厚い。筋がハサミがいいかもしれない。筋が切れない。切れない方ってなんだろうね。切れない包丁しかないの？そうだよ。いいよ。
めっちゃレア。もうなんか正面じゃね。正面に被ったみたいな。切れるよ。おお。切れるよ。イーさんハサミの方が切れる。あれ。それじゃダメよ。じゃあ飛ぶ石もあるんだよ。うわやばっ、すごい。もう一回やってもらいましょう。うん、止めます、うん、野菜も食べないと。ね、野菜も食べないと。そう、おばさんはな。え？わー、いい色です。いいね、いいね、いいですね。いいよ、ちょっといっぱいなるほど、いいさっきのもう一回焼いてます。あ、それよ。すごい、いいよ、今度は火が通るよ。いいね。あ、動画撮ってるんだね。動画。うわ。固まっちゃうよ。なんかお前、サファリパークの餌みたいな。ほんとそうだ。ほんとそうだ。窓越しにやるじゃん、こんなにか。男の食いもんじゃが。男の食いもん。何かいなの。おいしい。それおいしいな。おいしい。おいしい。
おお。でもちょっと緩かったやろ。初め。ああ、ちょっとな。でも、いや、硬かった。大きいわ。やっぱ一年寝かしたそうめんはうまいな。タン。ね？タン。うん、今日のメインがこれ。入庫場は？え？何？ないっていうの。黒ちゃんのスパイスで。これ、ジンジョウさんはカレー？いや、塩がいいんじゃないの。塩ないんで、これでいい？いいです。これちょっと塩入ってるぞ。うん。うん、ね。もういい？ね？なんでそれ、男の料理と。うん、なな。これいいんじゃないですか。いいよいいよ、食べて、しずさん、どうぞどうぞ。食べてもらった。なんでお前よ、お前よ。お前先行くから、ケンちゃん行け、ケンちゃん行け、ケンちゃん入る。これがそうだね。はいはい、早く早く、そんなダメで、はい、ちゃんと黙って食べて。あ、そのドルったら食えねえですか。焼きすぎ、焼きすぎって、焼きすぎ。これを手で食べな。お前も一回止めた。はい。はい。Happy birthday to you!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 何歳ですか？もっと大きいケーキがすごいじゃん。二十歳です。二十歳です。二十歳です。嘘だろって。ありがとうございます。すいません。ごちそうさまでした。植え替え完了しました。はい、久しぶりのお水やり。喜んでる。喜んじゃう。喜んじゃう。今日は喜んじゃう。8ヶ月ぶり。8ヶ月ぶり。雨で濡れたりはしてないんだけどな。おう。でもここは絶対に雨降っても濡れないとこやけん。うん。果肉は強いですね。果肉は強い。あ、全部入れちゃうのか。うん？全部。全部肥料を入れました。どうなるか。どうなるか。また実験。実験。また8ヶ月よ。そういうことあるね。でも8ヶ月で平気やからな。うん。うん、そういうことよ。もう喜んでる。喜んじゃんよ。こんなとこ絶対雨降んないじゃん。屋根がある。でもみんなこれで地震がついたんじゃない？大丈夫って。うん。で、ワンチャンあれで、水をやるから死ぬっていうのも、うん、いつも水やれやれ言ってるやん。うん。風だけあったら水やんないでも死なないよっていうね。うん、そうでしょ。うん、で風がないとダメだよっていうのもここでわかるよな。そこ風がいいやろ。なあ、高いから。うん。ああ、喜んじゃう、喜んじゃう。え、これでも若干、ゴナが多いんじゃな、生産の土に。そうよ。で、鹿沼だと飛んじゃうから、化粧多いし、入れちゃうねんけな。うん、そういうの。汚くなる。え？汚くなるよな。汚くなる。うん。どうさ、喜んじゃうさ。さあ、チェックしよう。お水が足りてるかチェック。おう、どうぞ。どうさ、うん、おう、いいじゃない。おう、いいでしょう。うん。私、生産者よ。
何回もやること言うな。あ、そうやな。何回も。あ、ちょっとまだや。いや、まだ行くけど。何回もや、あれ、行かんと。土が吸うけ。ね。そう、ウルトラン入れたけど、ウルトラン溶かしてや。少し吸わせるようにな。このホワイトバーグ持って帰ろうかな。え、ダメよ。それ。すげえいいでしょ。ダメよ。ダメよ。だって見てない。見てない。見てない。豚ってお前、俺のやねんからお前。もう一回みんなに見せてあげる。もう綺麗。これめっちゃかわいい。はい、もっと言って、もっと言って。めっちゃかわいい。もっと言って。持って帰ろう。ダメよ。チェック勉強しないかな。かわいいやん。ああ、これが紅葉したらすごいやろ。まあね。でもこう向きがあれやな。何？芯からかかっちゃうやん。こうみんなこっち向いちゃうやん。太陽の方で。まあ。こっちこう向いちゃうけさ。本当はこうやってひっくり返してあげて、またこう。な、見てあげる。そうそう、それがいいな。なにこれ、大ハッピーって、おパッピーかと思った。大ハッピーって、すごい、この葉っぱの形がハートみたいになっちゃう。1個でこれ、かわいい。サケちゃん、サケちゃん、どうなるかな。これかかる。はい。こちらはどうですか？めちゃくちゃ可愛くなるのもあるっていうことや。このタタルパのこの夏の色か、これがお前。じゃーん、タタルパ。ほんとね。お前はばあさんか。ほんとね、ほんとね、ほんとね。かわいいね。そうよ、かわいい。そうだよ、かわいいね。喜んじゃーもう見て、この手裏剣、手裏剣わかるかな。手裏剣こうなってる、わかる。はい、どうしたの、どうしたの。ピンクさん、右やろ、見せて。右って気持ちいいわ。見せて。このホワイトパナナは色づいてるな。なあ。まあね。本当、かわいい。まあね。なあ、かわいいな。まあね。まあね、何もしてませんがね。はい、でもさ、このアイスクリーム水もらってないけんさ、うん、やられてないやん。おう、そう、夏に弱いからね。そうそう、お水やりすぎるとバラバラ時期になるけんな。いい塩梅なんやわ。早く置いてくれ。はい、もう一回あげてくれ。はい、飲んでる。ええ次はいつもらえるかな。来年の。いいね、いいね。何回も行くこと、水やるときは。やらんじゃって偉そうにやるんですけど。ね、行くときは何回も行く。そう。手はやったらあげたきになるけんな、うん、で確実にダニはいなくなるけん、こんなにかけてたら、うん、捕まってられないけん。ね、もう今暑いからやるよ。ありがとう。ミスこういう
そう、日を浴びてるからです。はい、と言っても一日何時間ね。そうやな。でもこの日、日当たり映してあげてくれる？午前中だけ。こっち映したらわかるでしょ。日が全部当たってない。当たってない。何時かな。3時ぐらい。多分もう1時ぐらいにはもう日がないですよね。ここはあるかも。あ？日はない。うん。かわいい。置いてる。はい。フィリアなかわいいの。うん。今日はタラウズ飲んでくれ。タラウズ。明日からまた飲む。そうで。どうなるか。そうよ。これ。フィリケン。ハロウィンで。そうです、手裏剣。向こうにピントがあっちゃう。あお。わからん。わからん。ぺったんこ。ぺったんこ。あ、ここのレートベルレートも中が飛び出んじゃん、ほら。あ、本当だ。レベット。うん。うん。こんな感じ。あ、どこに持った。フリアクスパーキョウ。風のあるとこやったら、こういうベランダとかで風のあるとこやったら、その水やりの時間とかどうでもいいよ。うん、うん、そうそう、どうでもいいよ。風が当たらしい。え、当たってない。そうそう、風があったら涼しいやろ。涼しい。いや、向こうは暑かった。うん。うん、向こうは水やったん？まだ。今ね、あの土まみれやけ。ああ、ハワイ。ハワークって言わんねえな。おいしゃべろ。ハクって言うね。ハク？へぇー。ハク？ハク？いい仲間なー。ハワークって大分らしいよ。いい仲間なー。大分弁。へぇー。え、ハワークがですか？うん。ハクって。ハクが普通なの？ハクが普通。標準語。お前らはこの田舎者だということを本当、肝に銘じておきなさい。根っから田舎者ということを。嘘、本当だね。そうなんだ。乾いてって言ってもね、わからんね。これ直しちゃってっていうのもわからん。それもそうですね。え、その直しちゃって片付けちゃってって言われて、壊れちゃうなって思うらしい。そうそうそう、壊れちゃうと思う。その直すに聞こえるらしい。いいね、カムナ。いいね、いいね。今日はもうたっぷりや。うん、腹いっぱい。腹いっぱいや。喜んでます。OK。はい。OK。よし、こんぐらいにしよっちゃん。どうぞ。オッケー。オッケー。な、ちょっと今日なんかいろいろやったけど、8ヶ月ぶり。8ヶ月。うん。要は環境が良ければ、枯れませんよっていうことやね。ほとんど。8ヶ月よくない。8ヶ月。こう実験したんやけな。あ、はい。わかる。こう実験したんや。わかった。わかった。これでも。今度肥料あげたけどうなるかね。あ、肥料入れた、全部入れたんやろ。全部入れた。いいよ、いいよ。また実験、うん、肥料はまた何か作ります。どうなるか、うん、どうなるか。村上家は実験ばかり。そう、実験、実験上映長期間、はい、なかなか。いいよ、はい。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとう、バイバイ。